ママを辞めてもいいですか？と思いたくなってしまうママたちが口を揃えるのは、社会から隔離されたような孤独感です。たとえ子供と一緒にいても孤独を感じてしまうんですね。抱っこして、またあやして、おっぱい飲まして、またご飯を作ろうと思ったらまた泣きぐずりで、その繰り返して、はって気がつくと、私今日声を出してないかもっていうお母さんがいるんですよ。一人じゃないから孤独じゃないじゃないんですよね。だって私と赤ちゃんと二人じゃんみたいな、なんでそれで孤独になるのじゃなくって、例えばコンビニで一人でお店を守ってます。でお客さんは来ます。でお弁当温めてください、これしかないんですか、箸が入ってません、なんかもう補充もしなきゃいけない、レジも打たなきゃいけない、もうやらなきゃいけないことが山積み。でもちょっと遅かったらお客さんにすごくクレームを言われる。一人しかいないから、それを全部やらなきゃいけない。なんで誰も手伝ってくれないの。助けてって言える場所がない、人がない、そういう状態なんですね。お母さんが子供と二人で家にいるっていうのは。ママを辞めてもいいですか。ナレーターは私、大泉洋が務めさせていただきます。